ールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めてましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあバルセロナ、今日先制はこの早い時間でした。いや、大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよ ね。 そうですね。この後も流れに乗りたいですよね。キャッスルダインからクリスティアーノ・ロナウド、さあカウンターのチャンスになります。自分で行く、どうだ、シュート、決まった、追加点、バルセロナいきなりの2対0。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目のゴールです。さあバルセロナ、得点を重ね2対0という展開。いや、止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね、取らないですね。エコング、ボイーヤ、フラニー、キャッスルダイン、ローカ、スルーパスを狙う、さえ抜けた、クリスティアーノ・ロナウド、わっと来た、1対1、来た、追加点、バルセロナ連続ゴール。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。クリスティアーノ・ロナウド、今日3点目。さあバルセロナ、フットボールではある程度は、シュート、ボールの奪い合い激しいものがあります。パラダ、どう組み立てる、エリクソン、アーチのようなパス、ローカからムバッペ、ボイーヤ、組み立てながら攻め上がっていく、クリスティアーノ・ロナウドからキャッスルダイン、ガイスラ、大きく前線へ、さあカウンターを仕掛けます。裏へ出るか、いいボールですね。ナイスイル、中につなぎたい、カウンターを仕掛けていきます。クリスティアーノ・ロナウドに当たる、エリクソンから縦へのボール、バッサーノ、プレッシャー、ジュバ、今日ワンアシストです。ブレイ、長いボールを送ります。いいプレッシャー、オセフネス森から大きく縦、さあ左へ預けて、スルーパスを出す、これは来た、1対1、シュート、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。やや強引な感じにも見えましたからね。ああいった攻めでも有効だと思いますね。バッサン、原田から大きくサイドチェンジ、ホールボール、バッサーノ、プレスからボールがこぼれる、チャレンジしたところ、これはファウルではありません。スペースを狙った、
カウンターを仕掛けます。さあ勝負です。切り込むか。さあフラッグは上がっていません。さあレフリーファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。前半だけで3ゴール。バルセロナ着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですがどうでしょう。3点差でしかも得点を与えてないわけですからね。チームとしての好調さが現れてますよね。この試合前半で大きく得点に差が出ています。この後のハーフで追い上げはあるのか期待したいところです。ヴィッセル神戸対バルセロナ。バルセロナが3対0とリードして折り返します。セカンドハーフゲームはスタートしています。裏を狙っていきます。シュート、ナイスだ。ジュバチャンスになる。必死のクリアですね。バーシリから長いボール縦へ。ボイヤがこれはファールを取られました。バルセロナがこのセカンドハーフの序盤で3点差とリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。とりあえずは安全圏ですよね。この後半は無理しないで様子を見つつ相手に対応していけばいいと思いますけどもね。クリスティアーノ・ロナウドからのフィードボール。いけるか。抜けてくる。フリーだ。旗は上がっていません。中で味方の選手が待っている。どうだ。神戸ここクリアで難を逃れます。このゲーム最初のコーナーキックになります。バルセロナ頭。バルセロナ追加点。大量リード。コーナーから頭でしっかり決めました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。来た。ガイスラクリスティアーノ・ロナウドがかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか。そうですね。どうだこのシュート。来た。追加点。バルセロナ全く手を緩めません。クリスティアーノ・ロナウドフェイントからシュートという場面でした。ディフェンダーを揺さぶってコースを開ける。そこにすかさずシュートを打ってきますからね。イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。これで今日4本目です。クリスティアーノ・ロナウド。さあバルセロナ現在圧倒的な強さを見せています。立て続けですからね。持ってきていると言えるんじゃないでしょうかね、はい、さあ誰に合わせてきますかね。ペースを狙う。ピッチ上雨が降ってきたようです。あ、降ってますね。滑りやすくなりますからね。気をつけた方がいいですよね。シュート。ゲット。バルセロナどこまで点差を広げるんでしょうか。ロナウド最後キーパーとの対決見事決めましたね。そうですね。難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってるんですよね。クリスティアーノ・ロナウドこれがなんと今日5点目。
いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。バシリ大きく縦へ、バッサーノ縦へのボール、バッサーノからムバッペ裏のスペースを狙う、ジャスルダイン、ジュバ裏を狙う、クリスチアーノ・ロナウド主審流します。バッサーノ、神戸としては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えてこのスペースを消しやり方を選択してるんですよね。ルートからアーチのようなパス、ボイヤ、ジャスルダイン、ここで収まる、これ仕掛けるか、フラニ、メッシ、さあ左サイドへ、プレッシャー、自陣上を口に加えて今試合終了です。6対0バルセロナ大勝を収めました。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょうか。バルセロナとしてはいい勝ち方をしました。
舞台はバルセロナのホームカンプノウです。フィレと呼ばれる熱狂的なサポーターの声援がこのスタジアムに鳴り響いています。これは相手に与えるプレッシャーは相当のものでしょう。この時間はバルセロナ対バルセロナ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが曇り時々雨という条件の中、今日はデーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。バルセロナ対バルセロナ、サイドを紹介します。向かって右側がバルセロナ、そして左にエンドを取りますバルセロナ。バルセロナが最終ラインまでボールを下げる。裏のスペースを狙う。リモンテ。ゴイオス。チャレンジはしません。後ろに流す。大きく縦へ。縦へのボール。さあ、つながるか。ここで収まる。ジャンデミルからレカルテ、上げる中央へ。このクリアボール次へつなげたい。カウンターを仕掛けていきます。レドモンド、裏を狙う。ハービー、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。
長いボール縦へ、バルセロナこれは奪い返します。裏へ届くか、もっといいボールでしょ。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。もう一つ前に行きたい、クロスを選択、こう前すいたので危険でしたね。一人持ち上がっていく、ロングフィードで狙う、組み立てながら攻め上がっていく、長いボールを送ります。縦へ送る、ジャンデミル、スルーパスを出す、三浦、キーパーからのロングフィード、大きく縦へ、両チームともまだファーストハーフここまでは0対0。ルーパスを狙う、クロス合わせてくるか、ここはちょっと強引か、前線が長いボール、バルセロナとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。長いボール縦へ、さあカウンターのチャンスになります。三浦へ、自分で持っていく、チャンス打つ、そして今前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。バルセロナとしては0-0とはいえまだ相手にシュートを1本も打たせてませんから、内容としては良かったんじゃないでしょうかね。ですからあとは突破口をどこに見出せるかが鍵になってきますよね。バルセロナ対バルセロナ、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。ではセカンドハーフ見ていきましょう。引き締まったゲームになってますけど、まあ終わるとは思いませんよね。はい、デドモンド、縦へのボール、デドモンド、さあどうする、ボールのチャンスだ、ようやく均衡を破りますバルセロナ。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。
バルセロナ1対0先制しています。精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、ね、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。はい、左サイドを上がっていきます。ちょっとボールを持ちすぎな場面もありますよね。デカルテ、さあ右へ預けて、さあどこに出してくる。ここも固い守りでボールを奪います。バルセロナ、ボルガス、エドモンド。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バルセロナとしては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞという気持ちでね、攻めていってほしいですよね。カウンターを仕掛けます。右サイドへ振って撫でるようなボールタッチ、ボールの奪い合い激しいものがあります。バルセロナここクリアで難を逃れます。レドモンド、今日の試合でアシストを記録しています。フリーだ、セーブ、バルセロナ追加点決めます。これで2点差。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらわないに自分にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので自然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。バルセロナがメンバーチェンジをします。バルセロナさらに1点を追加し2対0としています。バルセロナとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも。ハービー、ゴールボール、裏へのスルーパス、この位置で受ける、中へのクロス、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。これを拾いたいバルセロナ。クロスが入る、頭、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。いいプレッシャー。ハービーがかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、裏へ飛び出されるのが怖いですからね。今日は点も取ってますし、シュートも多いですし、ひときわ目立ってますからね。チャンスを演出できるか。ソン・フンミ、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあ、シュートレンジだ、上げてくる、どうだ。このボールには合いません。バルセロナ、この2点リードの状況で残り時間の戦い方としてどのような手段がありますか。まあこの状況でしたら失点だけは避けたいですからね。もう無理しないことが大事になりますね。時間を有効に使ってその都度相手に対応していく形でいいんじゃないかなと思いますけどもね。リモンテ、ボルガス、バルセロナ、ここは時間を使います。長いボール縦へ、プレッシャー、
ペースを狙う。ソン・フンミン、ソン・フンミンから長いボール縦へ、裏を狙っていきます。収まった、シュート、いやー押し込むか、ゲット、バルセロナ。後半残りわずかです。オレハがこう弾いたボールでしたが、これをうまく詰めました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから、今のは落ち着いて流し込みましたよね。バルセロナ、もう1点いけるか。あと1点ですからね、いってほしいですね、ここまで来たら、はい、まあ、できるならこのまま終わりたいですよね。縦を使います。三浦に渡る、オフサイドです。バルセロナとしてはこのまま終わりたいでしょうね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。さあ、目が鳴りました。2-1、バルセロナ勝利です。接戦をものにしました。さあ、終わりました。いや、本当今日はゴールの奪い合いになりましたよね。やはり攻撃的なサッカーのぶつかり合いは迫力がありますし、やっぱり面白いですね。